日吉神社にやってきました。この神社なんですけど、境内に線路があるんですよ。だから普通に電車が通る。さっきもね、通ったんですよ。ないですよね。道に行く道に線路が通ってるって。猿、狛犬じゃなくて猿。それもなんか猿も珍しいね。神社はこんな感じですね。踏切が降りましたね。